あなたは目の前で自ら命を絶つ人に対してどんな言葉を投げかけますか？そして電話している最中に男性は橋の下へ消えてしまいました。もうなんだで、道路って言ってたじゃん。言ってたね、今ね。これさ、一個今ゾッとしたことがあって。何？うわ、何？え、今の何？どれだけが愚かな行為かなど、どう決意した人にはもうわからない。はーい、ということで始まりました、カルトスイパーズ。お願いします。やってまいりましたけども。やってまいりましたよ。本日は何でしょうか？はい、本日はおかすいドライブです。なるほど。まあまあ、このオープニングはそうか。まあそうなんですけどね。そういうことですよね。ただ今回ちょっと惑わされましたけどね。確かに。いつも高速道路が定番がしてたのに。そうだよね。今日は駐車場なんですけども。こんな駐車場、懐かしいな、この駐車場。本当におかすいドライブですか、今日。うん、本当におかすいドライブです。本当かよ。またドン・キホーテの商品、ランキング1位から10位まで。またって当てるまで帰れませんみたいな、面白企画みたいな。暗黒時代で、プラス5品です。ふざけんなよ。暗黒時代、もう一回やるとかじゃないだろうな。絶対やめてくれよ。やめとけ。何千人と人が減るから。じゃあドンキホーテの駐車場からっておかしいね。おかしいよ、そう。何なのこれ。あ、だからおかすいドライブです。あ、機械みたいな男だこいつ。何にも対応しない、もうおかすいドライブですとしか言わない。なるほどね。まあでもこのドンキ久しぶりっすよね。めちゃくちゃ懐かしいです。ね、よく来てたよね。昔のこのスタジオ。うん、前の家のスタジオの時のにね、よく来てたよ、このドンキホーテ。でもパルマがさ、ちょっとドンキホーテまでちょっとお茶買いたくて、なんでそんな言い方なの俺。でもお前そんな言い方、そんな言い方すぎ。ドンキホーテとか行く予定は、そいや、お前だよ、全然違うよ。お前全く作られた俺、それは。え、それ確かに人として、俺がやってたらモノマネになりますけど、うん、本人のリアルのトーンでやっちゃってほしいよ。何で、ロケ終わって、うん、じゃあどうしようか、もう帰ろっか、じゃあそろそろ。よいしょ、行く？ドン・キホーテとか行く？ほら、こんな本当にこんな感じ。このドン・キホーテとか行き、おじやったら、あ、お茶買いてどんとか言って行くなら、ごめん、もう申し訳ないけどみたいな感じ。どんどん近寄ってきてる。何がだよ、どんどんさっきの俺に、いや、キャーとかそこまでやってない。そこだったからね。全然。いや、懐かしのドン・キホーテですけど。懐かしいですね。お茶をよく買いました。ありがとうございました。ね、お茶よく買ってました、ね。お世話になりました。じゃあ行きましょうか。はい。それでは参りましょう。ペロインチュ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。おかすいドライブとは、視聴者様が実際に心霊体験をした場所におかすい自ら同じ条件で車を走らせ、本当に同じような心霊現象が起きるかを掃除、それがおかすいドライブである。なお、ターチャイとパルマはどんな心霊スポットに向かっているかなどは一切知りません。そんな今夜は、どんな心霊スポットがおかすいを待ち受けているのか。はい、ということで始まりました。はい、お願いします。もうライトがめちゃくちゃ明るいわ。すさまじいね。うん、実は今夜のおかすいドライブなのだが、で、今回なんか案件が出ました。 HID 屋さんです。お、素晴らしい。HID 屋さん、うん、はい、明るいライトをの車に装備させていただきまして。さすがでございます。いつものね、 HID 屋さんは素晴らしいね、本当に。もうその後ろにある車なんですけど、はい、その明るさを確かめるために、うん、暗いところに行きましょうか。なてなわけで、本日のおかすいドライブは HID 屋さんからいただいたライトを使うことで、いかに安全で快適な心霊掃除ができるのかという検証も兼ねた心霊掃除になっています。このね、一般道で明るいと分かるのすごいわ。確かに全然違うな。
明らかに違う、ここの車と、ね、結構先まで、ね、明るいね、見えるね、これで、うん、すごいよ、すごい明るいんだけど、ちゃんと光軸の設定をしっかりしておけば、はいはいはい、あの眩しさないですからね、うん、対向車とかに対して、はい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 、ほら、今これ暗くしたらもうこんな感じですよ。そうだね、これ暗い、これがこれすごいよな、やっぱりこれはすごいわ。暗いところ行ったらもうさらに分かっちゃうからね。全体的にこう照らしてくれてるもんな、うん、広い範囲を。まあ、前回ね、仕上がりいただいた K でやりましたけど、はい、今回のこの車、まあだからどの車でも合うってことだよね。そうだよね、確かに確かに、いろんな多種多様な車種に。さすがジャパンブランドってところだね。ね、こんだけはっきりと違いが出るってやっぱすごいよな。うん、あ、もう北海道イベント最高でしたよ。本当にありがとうございました、皆様。ありがとうございました。完売。ね。昼夜完売。ありがとうございました、本当に。福岡も昼夜完売と。ありがとうございます。楽しみですね、福岡もね。最近やっぱりサトシがすごいエッチだよな。確かに。うん。やっとこの本性を見せてくれるようになったというか。そうなんだ、いや、そんなエッチか。あれ、ひどかった、なんかさ。まあ、ススキのね、まあ、北海道イベント、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、最高でしたけど。はい、ラーメン屋の話とか、ああ、してたね、うん。で、完全に下向いてたんだよ。向いてた、確かに。もう携帯見てね、隣で。携帯見て、下向いてたのに、俺が、あ、ほら、めちゃくちゃ並んでるな、って言って、ほんと並んでますって。もう、嘘ついて。一別もくれてねえじゃん、お前。もう、エッチすぎ。ね、そうそう、隠してたの、ようやくそのね、1年経ってようやくその見せてくれるようになったというか。いや、なんかすごい嬉しかったもんな、サトシのこういう一面を見れて、なんか愛らしいチームですよ、うん、本当に。やっぱクマが怖かったね。やばかったね、うん、これまだ出てないか。出てないです、北海道の動画は。そう、皆さん本当見てください、北海道ね、楽しみにしててほしいね、果敢に頑張ってますからぜひ楽しみにしてください、本当に、うん、北海道どこなんだろうね、今日は。確かにな。うわ、なに、すげえ、なにこれ、なになに、今なんだ、なに、え、今のなに、嘘、イノシシ、え、でっかいイノシシがいたわ、今。でっかいイノシシ、でっかいイノシシがいたわ。ニュースだろ、そんなの。え、びっくりしたで、これもうだからライトのおかげだよ。そうか、そうか、パッて見えたのは。はい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 、ここでもこれだよ。ええー、すげえ明るいわ。全然違うわ。看板とかちゃんと見えるもんな。これ、ここ。うわ、これ、この道ね。これすげえ明るいじゃん。すごい。入りもこれだ。ああ。うわ、すげえ見える。すごいね。改めてすごいな、こりゃ。ほんとすごい。全然違う。これさ、ほんと、みんな、うん、こうやって明るい光を、つけさせてもらうと、うん、こうしてよかったなって思うよね。そうね、意外と大切だよ、本当にライトは、ね、これは前の車に戻れないんじゃん。すごい明るい、これいきますよ、これですよ。すごい、やば、ブラックアウトがこれ。いや、これはライトを変えるっていう選択肢をね、入れてほしいよね、ぜひとも。ルームランプもね、うんうん、つけてくださったらしいですけど、はい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 、そこも相当明るい、うん、さっきも準備してた時明るってなったもんね。とても、とても作業がしやすいですよね。ジャパンブランドってやっぱりすごいね、うん、すごいわ、世界に通用するね、安心だよな、ね。うわ、でもほんと真っ暗だ、ここ。うわ、ほんとだ、結構違いが出るんじゃん。ね、ライト消したら真っ暗だぜ。フォーでこれだもん。うわ、だいぶ明るく見えてるもんな、これでも。分かる、先まで見える。すげえな。え、でも目的地ここってなってるな。ここ？うん。到着しました。ついた。なんだこれ。通行止めって書いてあるよ。うん。通れないね。
相当古い。なんだろう。1年前、おかすいの生配信で行っていた虹の大橋で恐怖体験をしたのでお送りさせていただきます。虹の大橋。この場所で現場をこの目で見たことがあります。え？事件現場目撃の日、私は車でおばあちゃんの家からの帰り道でこの場所を通りました。かなり遅い時間だったのでビクビクしながら運転していたことを覚えています。橋にかかる手前らへんでフェンスをよじ登っている男性を目撃し、すぐさま110番しました。私の存在に気づいて男性がこちらを見て目が合い、遠目からでも震えていて情緒がおかしくなっているのが分かりました。うわ。電話する手と声が震えていました。そして電話している最中に男性は橋の下へ消えてしまいました。そんなことがあった半年後、嫌な気持ちを抱えた状態でこの橋を車で渡った時、橋の真ん中あたりでなんとなく心の中でごめんなさいと唱えたんです。そして橋を渡り終えると助手席の方に誰かが座っているんです。恐怖でそっちは向けなかったんですが、大きな声でなんで助けてくれなかったんだと叫ばれ、気を失い5針縫う事故を起こしてしまいました。終わり？びっくりした。もう現場を目撃してて、はい、で電話して、うん、その最中飛び降りちゃったんだね。そういうことね。でもさ、飛び降りようとする人ねえよって本当嫌じゃない？いや怖いね、ちょっとそれ。うわ、ちょっとそれ考えただけでやばいぞ、ね、想像しただけでちょっとうわってなる。うわ、どういうそういう人たちが表情になってんのかっていうね。でその半年後にこの橋通って真ん中あたりで、うんうん、ごめんなさいと思って、うん、思うなんかこの中で思って運転してたら横に誰かが座っていたってことだよね、うん、そうだね。で怖くてもこっちは向けないけど、うん、何で助けてくれなかったんだみたいなこと言われたってことか、うんうん、それちょっとなんで今回、はい、まあ、車検証をすると思うんですけど、はい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 、前生配信で行った時にちょっと電波があまり良くなくて途切れ途切れになってしまったんで、一回こう自分たちの足で橋の上、うん、うわはいはいはい、降りるの嫌ですね。降りましょう。嫌です。まあ一度降りていただきまして、うん、はい、まあ、橋の上とかで、はい、実際にこの依頼にあった、うん、ごめんなさいと唱える、うんうんうん、というものをやってみましょう。はい、今回僕たちがおかすいドライブでたどり着き掃除する心霊スポットは、2年前にも生配信で掃除をしに来た心霊スポット、虹の大橋。その名所として有名なこの虹の大橋だが、今回の依頼者はこの場所で実際に志願者と遭遇し、その後最悪な恐怖体験を味わう羽目に。そんな自殺が絶えない虹の大橋、果たして はい、ということで今降りましてね。はい、結構暗いですね。真っ暗ですね。いやちょっと依頼が怖いですね。うわ、これどんぐりがあるんで頭上気をつけてください。落ちてくる。もう落ちたらサクッとピューですよ。びっくりした。何ですか今。マイペース。今絶対プラスワンあったぞ、足音。え？サトシの後ろ に足音があった。本当？うん。近くにもいるわ。ごめん、俺待って、回してなかったこっち。ジョンタ、今僕がこのカメラを回していないという。心霊 YouTuber 5年目としてなかなか恥ずかしいミスをしてしまいました。はい、その証拠
その証拠、こっちのこのカメラ内側回ってます。あ、はい、こっちこっち、はい、撮られてると思います。本当に、はい、ジョンタ並びに視聴者の皆様、本当に見苦しい、集団をさらしてしまいまして、はい、反省してまいります。精進してまいります。これからも応援よろしくお願いいたします。どっちかな、何がかな、どっちでもいいよ、よろしくお願いいたします。 A はこっちはどっちかというと、それも5年目にしてなかなかのミスをしてよろしくお願いいたします。テンパりまくってんじゃねえ、こいつ。以上、体重、体重でした。あやっぱり いるはいるんだ。この駐車場は防犯対策等のため閉鎖しましたって。前は止められたんだ、うん、だから本当はもう景色のいい眺めがいいさ、はい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 、橋にしたかったんじゃないかな。そういうことか。だけどここに車を止めて身を投げちゃう人がやっぱり、はいはいはい、いたから、ああこれ車止めやむを得ずってことなのか。あそこにもなんか看板っぽいのがあったんだけど消えてるよね。そうだね。何の警告だったんだろう。ほら今またちょっと聞こえなかった、なんかちょっと小走りで俺たちにちょっとあの早く追いつこうみたいな、嘘とっとっとみたいな、俺たちのこのペースじゃない、うん、ちょっと小走りみたいな仕事が。マジ？いや、聞こえると思うけどな。うん。だとすれば。水の橋。うわぁ、これか。はっきりありましたね。男性は橋の下へ消えてしまいました。でも本当にさ、防止ネットあるよ。本当だね。ここまでもう全部を囲ってるってすごいね、これ。これ怖いな。うん、よっ。ほどだったんだろうな。ね。ほんと、後を絶たなかったんだろうな。橋に架かる手前らへんで、フェンスをよじ登っている男性を目撃し、すぐさま110番しました。ね、下が、見える？ちょっとね、網の、あれで見れないんだけど。うわ、え、気をつけろ、スズメバチだ。うわ。あれスズメバチ？スズメバチ、黄色スズメバチ。攻撃性が結構強いよ。一番やばいんじゃないの？光に寄ってくるとこない？どういうの？光に寄ってくるはある。え？もうなんだ？ハチ？え？どうした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 ？ハチ？わかんないわかんない。サメがバタバタ言ってたかも。ハチ？誰かいますか？いやいや、なんだそれ。虫に対して言ってんの？あなたは蜂でしょうか？何聞いたって答えてくんねえよ、そんな。蜂の、一匹だけいたよ、だって。怖っ。見える？見えない。どうした？って聞こえなかった？なんかちょっと咳払いみたいに聞こえたんだけど。嘘？今聞こえてない？じゃあみんなどれが？うーっていう声。ここはいわゆるそういう千羽鶴みたいな。そう、今俺も探してるんだけどないんですよね。折り鶴みたいなのないの？いやいやいや、何それ。字は書いてあるんだけど、これはでもやる。うわこれか。これ自殺の名所として呼ばれる場所にはいつも謎の小さな千羽鶴が。この千羽鶴、誰が何のために吊るしているのか、未だに謎のままだ。ないよね。あっちに行ってみたらあるのかもしれないけど。このティッシュ何これ。噛んだティッシュが、うん、めちゃくちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてる。あっちも点々と落ちてる。めちゃくちゃ高さなんでしょ。また決まった。点々とティッシュが。本当だ。何これ。
え、意図的にこれやられてるってこと？ここで最後だ。ここでティッシュは最後っぽい。マークするみたいな、本当になんかね。ね。これてんの。普通なら、誰かが捨てたゴミのように思えるティッシュだが、なぜかこのティッシュに妙な不気味さを感じた。しかしこのティッシュが、言ってたじゃん、ね。これ見てほしいんだけど。事故が起きた。だとしたらすごいよ。予想以上にヤバいものだということに気づくことになる。こっからでもトゲトゲがなくなってるよ。ほんとだ。この、うんうんうん、これね。なんだろう、足音がめっちゃ聞こえるんだけど。え、なんでこの3人以外のってこと。今は前からしたんだよ。嘘。これサトシさん、こう歩いてみてどうですか今のところ。歩いてきたところまでだと気持ち悪いなっていうのはあったん。え、あとでちょっと帰り道答え合わせしてもらおうか。けどやっぱり命の電話みたいなのないね。ないね。そうないよな。けど逆にそういうイメージを払拭したいっていうのもあるんじゃないか。そう、立てることによってっていうのもまあ分かるわ、分かる。うん、それ一応橋渡ってみて、はい、なんか俺怖いっていうよりも本当なんか嫌な、あのなんていうのかな、場所としてなんか気持ちの良くない場所だなっていう感じがする。で、しかも昼間じゃなくて、この時間帯、夜だから嫌なんだろうなっていう雰囲気がすごいやるのよ。うん、この感覚的な話なんだけど。いや、でも本当そんな感じだと思う。特別霊障があるとかそういうんじゃなくてね。でめちゃくちゃ足音聞こえてるけどね。それ全く聞こえないんだよな、正直。え、何？よいしょ。今のさすがに聞こえた。車じゃないのか、今のは。いや、車じゃないな。すぐ近くだったもん、ね、ここら辺っていうか。車のが連鎖してとかじゃないの？あの、ほんとね、あの、人じゃないって絶対わかる。まあ、人ではないだろうな。まあ、そこで回そうとしたよね。うん、そうした。依頼の中のようなことは起きていないが、カメラにも収録されていた、何かおかすいについてくる足音が、ターチャイにだけ聞こえている。そして、僕があの時感じた、歩いてきたところまでだと気持ち悪いなっていうのは、あった。その場所というのが、なんだろう、この明るいのに暗い感じってなんだろうね。これわかる？この、ちょっとこれ、そう、一人で来んのちょっと無理だね、俺。なんか、今明かり暗くなってるとこあるじゃないですか。はい。あそこ。一番近くの。はは。あそこです、ね。あの暗くなり方異常じゃない？なんかね、隙間、ライトとライトの隙間ってことなのかな。だからやけに暗い感じ。だからやけに一箇所だけ真っ暗なところない？うん。その、ライトの間とかじゃないような。ここ？そうですね。はぁ、なんか、あ、普通に黒いのか。あれ？普通に黒いよね。黒い。なんて、錆びてるわけでもないよ。あ、違うんだ。え、何これ、こうやって見ると普通なんだけど、うん、ちょっと張られてみるとこれだけやけに暗いんですよ、一箇所。え、なんか何なの、ここら辺だよね。そうですね。でこれ多分確定のここで亡くなったんだろうな。え、もうすぐそこにいるんで、道路のところに。道路で亡くなってるってこと、うん、さっきさ、うん、このサトシがヤバいって言ったところあるでしょ。はい。で、道路って言ってたじゃん。言ってたね、今ね。そこにいるんで、道路のところに。道路にいますよっていう話をしてたと思うんだけど、これさ、何？要は、あの、こういうスポットで、こっちじゃなくてここにね、で、亡くなったんじゃないかって、うん、一個今ずっとしたことがあって。何？あのね、これ見てほしいんだけど、
これね、多分車ぶつかってんだよな。うわ、ほんとだ、へこんでるわ、完全に。これね、車がぶつかんないとこんなへこみになんないと思うな。で、人がパンで飛び出してきて、やべえと思ってハンドル切った時にバーンでぶつかったんじゃないかと。事故が起きてる。だとしたらすごいよ。え、確かに。今ほんとそんな風に思っちゃったけどね、うん、言われた瞬間パパンって、ここのフェンスだけさ、別に色変わんないのに真っ暗くなってんの、そう、なんでそう見えるんだろうね、不思議だよな。これなんで科学で証明できんのかな、これは。どうなんだろう、これ。そうだね、うん、事故ってるんじゃん、明らかにへこんでるの。でさ、ここにがさ、いわゆるティッシュがいっぱいあるゾーンなんだよ。おー、ここ、これ何なんだろう、マジで。さ、一個思ったのがさ、お花とか喧嘩するときにさ、要はあの湿らせるために、はい、根っこの部分にさ、こうティッシュ巻いて湿らした水とか置くでしょ。はい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 、それとかの可能性ない？ああ、それで使ってたってこと。それが前、もうかなり前のものなんだけど、で、こういうスポットだから、あの千羽鶴とかってもおかしくないと思うんだよね。いや、そうなんだよな。でも千羽鶴とかないし、ないね、喧嘩とかもないし、ない。ああいう、要は命の電話とかがないじゃない。はい、ない。けど逆にそういうイメージを払拭したいっていうのもあるんじゃないか。そう、立てることによってっていうのもまあ、わかるわ、わかる。うん。あまりにも本当にそういう噂がすごすぎて、なんか、そういうもの全部、自治体とかがさ、うん、っていう可能性ないか。もう置いてても、逆に、来ちゃうし、あんまり効果がないからっていう逆効果っていうね。僕は霊能者ではないので、ここに佇む霊が何なのかをはっきりと伝えることができない。ただターチャイが見つけたガードレールが曲がった痕跡付近で何かヤバい気配を感じたということは、そこに何かしらの理由があると思っている。そしていよいよ、はい、ということで今から検証。はい。やっていきます。こっち一応開けましてね。そうですね。助手席をちょっと開けるという形でやるということですね。うん、で、今画角ちょっとこっち側にしてます。はい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 。うん、すごいすごい。ああ、すごいの来た。暴走族、暴走族だ。暴走族、暴走族ね。暴走族、暴走族。あ、右からも。え？左から。囲まれた？すごい大事。うわうわうわ。あれ FX ですよ。え ？FX。FX。Z400FX。すげえ興奮してるわ、ターチャイが。あれ乗りたいんですよ。あ、そうなんだ。でん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 ってね。でんでんでんということで検証できたいと思います。その流れで？一つも怖くないけど。嫌な気持ちを抱えた状態でこの橋を車で渡った時、橋の真ん中あたりで、なんとなく心の中でごめんなさいと唱えたんです。そして橋を渡り終えると、助手席の方に誰かが座っているんです。いや、本当に車通りはめちゃくちゃ多いからな。でもあれくらいなんかちょっとなんていうんですか、関心ない方がいいのかもしれないね。確かにな、うん、引っ張られるっていうことはなさそうだよね、ああいうぐらいにしてない方が、ね。まもなく差し掛かります。はい、まあ真ん中らへんで心の中でね、そうですね、う思うっていうことで、うん、通ってます今。はい、抜けました。はい、特に変化はなさそうですよね。ですね、うん、何か状況が変わってるってことはなさそうだよね、うん、じゃあ一回ちょっと製造国しましょうか、このまま。はい、この虹の大橋の編集中、編集をしていたジョンタが
気になるシーンを発見。クラクションっていうかなんか、バーみたいなんじゃなくて。うん、ちょっと車が走っててさ、一台バーって真ん中にして、あっちってやつ行ってさ。なってないっす。なってない？うん。ちょっとそれ見てほしいんですよ。うん。そのシーンだが、これサトシちょっと見てもらってさ。確かに。あの黒フェンスがある場所に向かう道中のことだった。やっぱこの時間の夜になると嫌なところになっちゃう系な気がするな。ジムみたいな。そうそうです。今通ってきてて。この後。一台の車が通りかかるのだが、クラクション鳴らしてるね。ピッ。なんで？真ん中ら辺にも鳴らしてた。鳴らしてた。なんかあんのかな、真ん中ら辺になんかごめんなさいってそれ言ったとか。おう。で、いや、で、全くなってないんですよ。いや、なってないね。確実になってた。いや、現場では絶対になってた。ずっとなってたね。なってた。プーってね。そうそうそう。で、横でうちらに向けてプーじゃなくて、うん。過ぎた後に、プーってなんか急に鳴らしたから、うん、なんで鳴らしたんだろうっていう風になったんですね。クラクション鳴らしてるの。ピッ。なんで？じゃあ通った後なんかあるのかな。そう。通った後に鳴らしたからなんで鳴らしたんだろうみたいな風な。そうそうそう。だからったのな。で真ん中でなんかあの鳴らしてなんか心の中でなんか追悼みたいなやってんじゃないかみたいなところまで予想してた。うんうん、真ん中ら辺にも鳴らしてて。鳴らしてた。真ん中ら辺にも鳴らしてて。真ん中ら辺にも鳴らしてて。しかも真ん中。っていうのが、バコーンってあの、へっこんでたとこだったんですよ。で、それで、それ言う前に言ってたんですよ、タアチャイが。その、サトシさんが、ここにいますって言って、わ、このガードレール、これ絶対事故あった場所じゃんって言う前にそれ言ってるんですよ。うん。クラクションの話。クラクションの話を。真ん中で鳴ってるみたいなこと言ってて。で、ほんと鳴ってなかったから、カットしようかなと思ったんですよ、最初。正直ここ、うん、ちょっと意味わからんかったんで、うん、で本当にたまたま僕がなんかフィッシャーズさんがなんか言ってるやつ見たんですよ。おうおう。それでもクラクションのこと言ってるんですよ。マジ？マジですマジです。何のクラクションだろうとはずっと言ってたんだよね。そう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 。何のために鳴らしたんだろうっていうふうに思ってた。マジ？え？と思って、ちょっと、で、確認を込めて今ちょっと見てもらったんですけど。いや、絶対鳴ってたぞ。それよくわかんない。クラクションが聞こえないっていうのも意味わかんないしね。それが一番意味わかんない。鳴らしてはいた、絶対。うん。プッって行くから。そう。プッって行く。そう。ほんと、そんぐらい。ね。一瞬プッって鳴らしてる。なんかあんのかな？真ん中ら辺になんかごめんなさいって、それで言ったとか。うん。わーってなったってこと？なってないなんてありえないけどな。全くなってないもん。私の存在に気づいて男性がこちらを見て目が合い、男性は橋の下へ消えてしまいました。真ん中らへんにも鳴らしてて、橋の真ん中あたりでなんとなく心の中でごめんなさいと唱えたんです。これ多分車ぶつかってんだよな。うわ、本当だ。大きな声でなんで助けてくれなかったんだと叫ばれ、助手席の方に誰かが座っているんです。僕思ったことなんですけど、うん、こう事故があったと思われる場所でサトシさんがそこに何かいるって言って、でその前にクラクションを鳴ってる音が聞こえるって言って、結構物語じゃないですけどそこの
その時は起きたことがずっと繰り返されてるじゃないですけど、うん、確かに。だから飛び出す時クラクション鳴らしたんだろうね、クラーってで、ダーンっていうことなんじゃないかなっていう、うん、あるよそれマジで。でそのそれがその依頼でもちょっと依頼でもあったじゃないですか、あの助手席に人が座っててみたいな、うんうん、で結局5針縫う事故は起きてみたいな、そこら辺じゃないですかやっぱ。マジそうだ、場所的にあるかも。あ、絶対プラスワンあったぞ足音。え足音がめっちゃ聞こえるんだけど。えなんで。大きな声でなんで助けてくれなかったんだと叫ばれ、助手席の方に誰かが座っているんです。